はい、どうも、ちかでーす。はい、というわけで今回は、本日登場、ライト12名能力チェックやっていきます。はい、というわけでね、ようやくね、皆さん待望のライトがやってきました。というわけで今回のライトの追加をもって、シリーズ1通常 S ランクの野手のメインポジションの追加はすべて終了となりました。というわけでシリーズ1残りの通常追加に関しては、先発2枠と野手枠という形となりました。で、本日の更新で、覚醒がね、来るかなと思ってたんですが、残念ながらね、妖怪道がやってきました。というわけでね、ここまで今年の覚醒は、ドラ1新戦力スケット外国人とね3回登場していて、まあ、例年4回登場してくるんで、まあ、登場してくるならね、まあ、調子くんのしおりのね日程とかからね見た時に、まあ、大体ね、まあ、今日かなってね予想してたんですが、まあ、残念ながらね今日登場してこなかったっていうところがあるんで、まあ、次回更新のね8月8日に来るのか、それともねキャラバンの1個前のね更新で来るのか、まあ、もしくはね覚醒が今年はね3段までなのかっていうところはね今月注目して更新の方を見ていきたいなと思います。で、あとこれに関してはねしおりにもあったんですが、活躍選手予想も開催されています。で、あとね今日の12時にスピリーグとスピチャの情報が解禁されました。というわけでね、結構ねスピリーグどうなんだあるのか今年はってねいろいろ言われてたんですが、無事開催が決定しました。で、開催日程に関しては9月8日からの1週間開催となってます。で、あとねスピチャの方も同時に発表されて、今年のスピチャに関しては初めて6大会制での開催となります。で、このね地方別の大会に関しては2020年から2022年までのね3年間開催されてて、まあ、その3年間ともね中部近畿が一つの大会だったんですが、今年に関しては中部と近畿が分かれる形となってます。もともと2020年の最初に関しては中部近畿分かれてたんですが、まあ、そこがね発表後に中部近畿をね一つの大会でやりますって修正が入って、まあ、それに関しては大人の事情があったのかなと思いますが、まあ、コナミさん側としてはね本来2020年にやりたかった中部近畿をね別大会っていうのをね、まあ、この2024年のスピチャンでやるという流れになってます。で、これ見ていくとブロック大会とかエリア大会に関してはね全てオフラインっていうところがあるんで、まあ、もしかしたら今年はねファンフェスタ以外にもね何かしらのイベント系っていうところがね多く開催される可能性っていうのもあるんじゃないかなと思います。それでは本日登場ライト12名能力チェックやっていこうと思うので、今回の動画参考になったなと思ってくれた方はぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日登場ライト12名能力チェックやっていきましょう。どうぞ。はい、というわけでまずは阪神森下選手です。だけ能力の方が弾道高弾道でミートが61、71、69の小5でパワー総力 B 同値が狙えます。で、去年のシリーズ2からミートがプラス1、パワーがプラス2されています。で、守備適性がライトメインで C64 でトツ3でセンター、トツ4でレフトに置くことができます。で、去年のシリーズ2からライト適性がプラス7、センター適性がプラス5されています。で、ウラン酸性が補給から48、50、64となってます。で、特殊能力は超プルヒッターチャンス意外性となってます。だけ去年のシリーズ2の特殊能力は超初級粘り打ち片組打ちだったんで、特殊能力は全て入れ替わってます。だけどね、高弾道プルヒにはなっちゃったんですが、ライト適性がね C64 まで上がってるっていうところはねいいポイントかなと思います。続いて広島の馬選手です。だけ能力の方が弾道中弾道でミートが77、68、81の完全総力型のデフォルトで総力への小5でミート A が狙えます。で、去年のシリーズ2からミートがプラス2、パワーがプラス1、総力がプラス1されています。だけどね、総力がプラス1されなければねミート総力 A 同値っていうところ狙えたんですが、残念ながら狙えません。で、守備適性がライトメインで C69 なんで特殊で B2 できます。で、トッツ3でセンターに置くことができます。で、レフト適性が消滅しています。で、去年のシリーズ2からレフト適性が消滅しています。で、ウラン酸性が補給から50、60、90というわけで補給がマイナス6されています。で、特殊能力が超広角チャンスメーカー選球眼というわけで、超走塁とレーザービームが消滅してチャンスメーカーと選球眼がつきました。というわけでね、中弾道広角として有名な野間選手ですが、今回ね初めて超広角持ちになりました。続いて1年半ぶりの通常 S ランク登場、横浜海老名選手です。だけ能力の方が弾道高弾道でミートが62、68、75の完全総力型となってます。で、前回登場からミートがマイナス4、パワーがマイナス2されています。で、守備適性がライトメインで D55 で突4でレフトセンターに置くことができます。で、前回登場からセンター適性がマイナス1、ファースト適性が消滅しています。で、裏の酸性が補給から45、46、71となってます。だけ補給がプラス8されています。あと守備が普通から慎重に変更されています。で、特殊能力は超走塁片目打ち逆境というわけで、初球が逆境に変更されています。続いてプロスピアツ登場、巨人萩尾選手です。け能力の方が弾道高弾道でミートが60、65、72の完全総力型となってます。で、守備適性がライトメインで D54 で突4でセンター、で、守備適性がライトメインで D54 で突4でレフトセンター可能です。で、ウラン酸性が補給から47、45、49となってます。で、特殊能力は超粘り打ち片目打ち初球と
というわけで結構特殊能力きつめとなってます。というわけで、ね、まあ萩尾選手に関してはねまだライト枠 A ランク出てないですが、まあ今後ねおそらくライト枠っていうところはね A ランク登場してくると思うんで、まあ今はね限界突破きついですが、後々はね限界突破がねしやすくなっていくかなと思います。続いてヤクルトサンタナ選手です。というわけでサンタナ選手に関しては今季すでにエキサイティングで S ランク登場済みとなってます。で能力の方が弾道ラインドライブでミートから80、79、63の称号でミートパワー A 同値が狙えます。で去年のシリーズ2からミートがプラス2、総力がプラス1されています。で守備適性がライトメインで D54 で、新たにレフト適性が追加されてレフト適性 E48 なんで突後で可能となります。でレフト適性 E48 なんでメインポジションであればね特殊で D50 にできるんですが、サブポジはプラス1のみというところで D にはできません。でユラン酸性が補給から38、45、75となってます。で特殊能力が超広角ラインドライブ対左投手となってます。だけど、ね、エキサイティングは熱気だったんで第3特能分からなかったですが、第3特能に関しては対左になったというところで選球眼が対左に変更されています。だけどね、まあエキサイティング取ってる方はねもうエキサイティングの方が強いですし、もしエキサイティング取れなかったって方に関しては去年のシリーズ2の選球眼持ちを使い続けるのがいいんじゃないかなと思います。続いて中日細川選手でしたけど、能力の方が弾道高弾道でミートが74、77、69の称号でミートパワー同値かパワー A が狙えます。で、去年のシリーズ2からパワーがプラス1されています。というわけで、細川選手史上初めてパワー A が狙える圏内になりました。で、守備適性がライトメインで D57 で、突4でファーストレフト可能となってます。で、守備適性に関しては3ポジションともプラス6されています。だけどね、ライト適性がね、あと1高ければね、ライト C にできたんですが、残念ながら狙えません。で、ウラン酸性が補給から42、55、73となってます。というわけで、スローイングがプラス11、肩がプラス4されています。で、特殊能力は超広角選球眼対左投手というわけで、チャンスが選球眼に変更されています。だけどね、まあ、チャンス持ちが外れたっていうところがあるんで、まあ、何番においてもね、特殊能力っていうところは発動するようになってます。続いてオリックス杉本選手でしたけど、能力の方が弾道パワーヒッターでミートが71、77、73の完全パワー型の称号でパワー A が狙えます。で去年のシリーズ2からミートがマイナス2、パワーがマイナス1されています。で守備適性がレフトメインからライトメインに変更されていて、突4でファーストレフト可能です。で去年のシリーズ2からライト適性がマイナス2、レフト適性がプラス4、ファースト適性がマイナス2、センター適性が消滅しています。でウラン酸性が補給から36、50、80となってます。で特殊能力は超パワーヒッター、プルヒッター存在感というわけで、超広角とハイボールヒッターが消滅してプルヒッターと存在感がつきました。とやけれね、ラオウ選手を使ってた方に関してはね、去年までの広角打法持ちをね使い続けるのがいいかなと思います。続いてロッテ角中選手でしたけど、能力の方が弾道中弾道でミートが71、67、70の称号でミートパワー総力全動値が狙えます。で去年のシリーズ2の覚醒からミートがプラス9、パワーがプラス5されています。で守備適性がライトメインに変更されていて、突4でレフト可能となってます。でウラン酸性が補給から51、55、59となってます。だけどね、守備能力に関してはメインポジションが変わった以外去年から特に変更ありません。で特殊能力は超チャンスメーカー粘り打ち対右投手というわけで、超代打の神様と走塁が消滅してチャンスメーカーと対右投手がつきました。だけどね、もし角中さんをね代打で使ってるリア対勢の方に関してはね、まあ、今回のよりかは去年の覚醒のね代打の神様バージョンをね使い続けるのがいいんじゃないかなと思います。続いてソフトバンク柳田選手です。柳田選手に関しては今季すでにセレクションで S ランク登場済みとなってます。で能力の方が弾道アーチストリーミートから80、80、79のデフォルトでミパエ同値となってます。で去年のシリーズ2から能力変更はありません。で守備適性がライトメインで D55 で、突4でレフトセンター可能です。で去年のシリーズ2からライト適性がマイナス3、センター適性がマイナス9、レフト適性がマイナス4されています。だけどね、去年のシリーズ2であればデフォルトでセンター C の特殊でライト C いけたんですが、今季に関してはね外野適性オール D となってます。でウラン酸性が補給から50、50に83となってますけど、補給がプラス9されています。で特殊能力は超アーチスト広角打法存在感となってますけど、特殊能力は特に変更ありません。というわけで、まあ DH とかね代打で使うのであればね、まあ最新のギータでいいのかなと思いますが、やっぱりね守備に置くっていう方に関してはね過去シリーズのギータっていうところを使い続けるのがいいかなと思います。続いて楽天大郷選手です。けど能力の方が弾道中弾道でミートが67、70、79の完全総力型の称号で総力 A が狙えます。で去年のシリーズ2からミートがプラス2、パワーがプラス2、総力がプラス1されています。で守備適性がライトメインで D56 で、突4でレフトセンター可能です。で去年のシリーズ2からライト適性がマイナス1されています。でウラン酸性が補給から
37、41、66というわけで補給がマイナス3されています。で、特殊能力は超対左投手チャンス流し打ちというわけで盗塁と粘り打ちが消滅してチャンスと流し打ちがつきました。続いて西武ヒルマ選手です。だけ能力の方が弾道中弾道で見てから63、64、77の完全総力型となってます。で、去年のシリーズ2からの能力変更はありません。で、守備適性がライトメインで D56 で突読んでレフトに置くことができます。で、去年のシリーズ2からセンター適性が消滅しています。で、ユーラン賛成が補給から46、58、61となってます。で、特殊能力が超対左投手チャンス初球というわけで超粘り打ちと走塁が消滅して対左とチャンスがつきました。さあ、そして最後は日本ハム万波選手でしたけど、この万波選手がね、今回のライト追加の中ではね、一番強化された選手になってるかなと思います。だけど能力の方が弾道パワーヒッターで見てが69、78、71の完全パワー型の称号でパワー A が狙えます。で、去年のシリーズ2の通常閲覧から能力変更はありません。で、守備適性がライトメインで C64 で突読んでファーストレフトセンター可能となってます。で、去年のシリーズ2からファースト適性がプラス5、レフト適性がマイナスにされています。で、ユーラン賛成が補給から52、55、91というわけで肩がプラス11されています。で、あと守備が積極です。で、特殊能力が超パワーヒッター広角存在感というわけで連発とレーザービームが消滅して広角と存在感がつきました。というわけでね、もうこのね、連発とレーザービームが消えて広角と存在感がついたっていうところはね、もうこの万波選手一番の強化ポイントかなと思うので、まあ、今回のねライトの中では一番強化されてますし、まあ、今年のねスピリーグ、まあ、日程も発表されましたけど、日本ハムのねスピリーグライトに関してはね、まあ、この広角もちろんね万波選手がね入るっていう可能性はね全然あるんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回は本日登場ライト12名能力チェックやっていきました。いかがだったでしょうか。というわけでね、ライトの追加に関してはね、今シリーズ結構遅かったっていうところがあってね、純正によってはね、今年のシリーズのライトに誰来るんだってね、注目してた球団の方もねいるんじゃないかなと思います。で、次回のねガチャ更新が8月8日っていうところなんで、まあそこでね、次のね通常追加、次ね通常追加来るのはおそらく先発なんじゃないかなと思うんですが、まあそこがね単体で来るのか、それともね、まあ一応ねマンスリーの方にハテナハテナハテナっていうのがね来てるっていうところがあるんで、まあ、これでね、まあ、何かしらコラボセレクションとか、まあ、去年のね、夏のヒーローセレクションみたいな感じをね、セレクション第3弾をやるのであれば、まあ、通常追加とセレクション系っていうところをね、ダブル追加してくるっていう可能性はあるんでね、まあ、8月8日の更新でね、何が来るかっていうところはね、楽しみに待ちたいなと思います。だけど、もしよければ今回のライト12名で皆さんが欲しいなと思った選手いましたら、ぜひともコメント欄で教えていただければなと思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回の動画参考になったなと思ってくれた方は、ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また X もやっていますので、概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。